おはようございます。やんちゃです。2023年9月13日水曜日の朝です。はあ、よいしょ。タイマー15分。15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。運動、はい、やりますか。ぐわ、きつい。3分15秒。15秒のカウントダウンを開始します、はい、お願いします。今日の天気は晴れっぽい。最高33度、最低23度。でもなんか今の時点でめちゃくちゃ暑いですね。33なのかな。本当にちょっとやばい暑いですね。さてと、朝刊見ますか。今日の朝刊、なんか新内閣の組閣のニュースですか。でかいのは上川外務省、武見厚労省。武見さんってあれだっけ、医師会の人だっけ。確かなんかそうですよね。割と順当というか。へえ。あと何かな。金正恩氏首脳会談へ。はいはい、ロシアに到着したらしい。どうやって行くんだろう。電車とかないか。わかんない。飛行機で行ったのかな。へえ、面白い。面白がってる場合か。はあ。日本防空能力の支援を、なんかよくわからんけど、ウクライナ、ドローンから守るためのジャミング装置の供与を求めた。ジャミングね、やばいっすよね。だいたいあれなんですかね、民生用のなんか電波じゃないのを使うんですかね。今の現場ってよくわかってないですけど、衛星と通信して動いてんのか、何もわからない。あと何かな。年金基金の運用体制強化が欠かせない。年金は加入者らから集めた資金を証券市場などで運用しながら給付に充てていく仕組み。本当かそういう側面もあるが、なんかもらったお金をそのまま給付してないか。はあ、あと何かな。パンや麺値下げ圧力、輸入小麦価格 11% 引き下げ。ほう、ちょっと下がってきたんだ。それはいいですね。あと何かな。 NTT 法見直し、綱引き。ほう、ソフトバンクとか楽天はインフラを分離して我々にも使わせてほしいと言ってる。あとは NTT は固定電話とかの面倒を見なきゃいけないんだから、その辺はバーターではみたいな話をしている。でも全てを分離しちゃったら固定電話面倒見たくないよ誰も、みたいな話になるのかな。グオーきて歯がふぎゃしゅふえしゅしゅ。はい、そしてけん玉とやりますか。はあ、今日もけん玉検定準初段の練習。ほっ、止め剣からよいしょ、2分の0、よいしょ、3分の0、よいしょ、4分の1、5分の1、やばい、6分の2、7分の2、8分の3、9分の3、あれ10分の3。あ、ダメだ、ちょっと今日ダメだな。よいしょ、飛行機2分の0、よっと、3分の0、よっと、4分の0、ほ、5分の1、
6分の1よいしょ、7分の1、8分の2、9分の2よいしょ、10分の3。ふう、なんか今日調子悪いね。ほ、1分の1、2分の1、よっと、3分の2、4分の3、は、5分の4、6分の5、は、7分の5、8分の5、9分の6、10分の7。まあでもなんか振り剣は良かったね。よし、次、は、剣一周、よいしょ、1/2、よいしょ、2/3、よいしょ、2/4、よっと、2/5、よいしょ、3/6、よっと、3/7、よいしょ、3/8、よっと、3/9、よっと、10/4、なんとかクリア。よいしょ、はい、日本一周、よいしょ、2/0、くっ、3/1、ちょっと無理やりだった。ほ、4/1、よいしょ、5/1、6/1、よいしょ、7/2、よいしょ、8/2、よいしょ、9/3、よいしょ、10/4、はい、ギリギリ。次、世界一周、1/0、よいしょ、はい、2/1、3/1、よいしょ、4/1、よいしょ、5/1、よいしょ、6/2、よいしょ、7/2、ちょっと無理やりすぎでしょ。はよいしょ、8/2、よっと、ほ、9/3、クリア。よいしょ、ほ、よし、10/4、はあ、悪くないですね。で、東大、よいしょ、よいしょ、1/2/3、よし、1/1、ほ、1/2/3、はい、2/2、よいしょ、1/2/3、はい、3/3、よっと、あ、ダメか、4/3、よいしょ、ほ、1/2/3、5/4、ほ、1/2/3、6/5、よいしょ、1/2/3、7/6、よいしょ、1/2/3、8/7、はあ、よいしょ、ほ、9/7、よいしょ、は、よし、1/2/3、10/8、もう東大は極めたでは。東大で落第する未来は見えないな、もはや。よいしょ、剣先滑り、1/1、よいしょ、2/1、よいしょ、3/1、よいしょ、4/2、よいしょ、5/3、よいしょ、6/3、よいしょ、よっと、7/4、ほ、8/4、よいしょ、9/5、よいしょ、10/5、まあこんなもんか。はい、なんか振り剣とか
何、飛行機と止め券がダメだったのかな。はあ、どうしよう。はい、終わり。しんど。ちょっと今日暑いですね。ここのところ涼しい日が続いてたんで、ちょっとまた暑いの耐えなきゃいけないのか。なんだろう、もう9月も13だよ。13だよ。そろそろもうちょい涼しくてもいい。33度とか。はあ、今何度なんだ。一応温度計見るか。31度か。そうでもないのか。いや、ちょっと31度、31.8度は、そうでもなくないから。はあ、あと湿度が高いんですかね。31.8 度と湿度 59% だって。湿度 59% はちょっとやばそうだね。まあいっか。どうしようもないもんね。天気って、なんかマジでどうしようもなくて、わしが嫌でも天気は問答無用にやってくるし、わしができることといえば、その、暑いんだったら外を避けるとかしかないわけですけど、やんちゃクラブをやっている以上、外を避けることができないので本当にそれコントロールできないのかな。やんちゃクラブはなんで必ずやらなきゃいけないんですかね。わかんないけど。まあ、わかんないです。あのね、一度始めてしまって軌道に乗ってしまうと、引っ込みがつかなくなるっていうか、あの、なんかね、よっぽど重大なブレーキがかからない限りは、多分ね、続くんですよ。はあ、まあ、それを目指していたっていうのもありますけどね。別にやんちゃクラブをやること自体が目的だったわけではないですけど、なんかこういう、なんて言うんですかね、一日を、なんかリセットするための時間っていうのを取りたいと思っていたわけで、だからやんちゃクラブにさまざまなものをくっつけて、やんちゃクラブが回っている限りくっつけているものはある程度回るっていうことが保証されているので、はい、そういう習慣のプラットフォームとしてのやんちゃクラブだからもう一度始まっちゃって、しかもいろんなものがくっついてるからやめられないんですよね。それがいい話ですよね。はあ、何の話かしようかな。なんかさっき FX30、 今このヤンチャクラブを撮影しているカメラ機材の機種がソニーの FX30 っていうカメラなんですけど、これにスマートフォンからこうワイヤレスでつないでコントロールしてるんですよ。でつないだら、なんか FX30 のアップデートが来てますとかって通知が出てきて、 3.0 なんだろう、まだちょっとどういう変更があるのか分かりませんけど、ちょっと後でアップデートしてみますかね。なんか微妙にこのクリエイターズアップっていうソニーのカメラを遠隔操作するためのアプリとの接続が安定しないっていうか、例えば今この撮影している状態で、あの F 値とか、つまり絞りとかですね、絞りとかシャッタースピードとかを変更したりできるんですけど、それをなんかパパパパパとか言って急激にやると切れる。なんだろう、なんでなんだろう。もうちょっとゆっくりやればいいのかもしれませんけど、ただそれだけじゃなくて、なんか急にフォーカスが変わったりすると、だから私が急にバーってカメラに近づいて、なんかオートフォーカスがググって動いたりすると切れちゃったりとか、結構不安定だったりするので、そういうのが改善されてるんだったらアップデートしたいですね。はい、わかりませんけど、ちょっと今日時間あったらやっときますか。なんか分鎮化したら嫌だなとは思うんですけどね。確か FX30 出てから半年ぐらいの時に出た 1.1 みたいなやつがバグってて人によっては起動しなくなるっていう、分鎮化するっていう最悪のファームウェアだったらしいけど、公開されてから1日ぐらい経って取り下げられたのかな。だからアップデートが来てから1日か2日ぐらいは開けた方がいいんでしょうね。ってことは今日やるべきじゃないか。そうだね。はい。やっぱり過去のことって思い出してみるべきですね。じゃあそうだな。FX30 のソフトウェアアップデートは今週末にやろうかな。9月の15
はい、9月の15日金曜日、金曜日に思い出そう、思い出すためにここに書いとこう。15日の分のノートに FX30 のアップデートって書いとけばいいんでしょ。はい、書いといた。なんか1週間のノートのこう日付とかをあらかじめ週の頭とかに書いとくと申し送りするときに便利かもしれんね。うん、まあ、ちょっと考えとくか。はい、という感じでした。それが一つ目の話題で、次の話題、そうだな、細かい話題ですけど、なんか小学校に通ってる子供たちがまあいるんですけど、小中学校の中学生、足立区の中学生は今年の4月、今年度から給食費がタダになってんですよ。ですごい嬉しくていやだって月7000円ぐらいかかるんで、給食費とか、それがね無料になるだけでだいぶ楽ですよ。で、小学校はもっと後に無償化しますとかって言ってて、いつだろうなと思ってたんですけど、どうやら10月から、年度の後期からですね、無料になるらしくて、2人分の小学生の給食費が無料になる。これはでかいですよね6000円かな、6000円ぐらいするから1人だ、1万2000円ずつ毎月浮くとなれば結構いいですよね。だから教材費の1000円とか小6で2000円かなみたいなのが引かれるだけで済むと。これはね、だから3人合わせて2万円ぐらい浮くんじゃない、毎月結構でかいですよ。2万円、え、毎月2万円でかくないですかいや本当にお金がないって言ってる人からすれば、毎月2万円浮くのは相当ですよ。足立区よくやった、頑張った。しかも何ですか、東京都のあれもあるでしょ、なんだっけ、018サポートみたいな、0歳から18歳までの子供がいる世帯に毎月 1万円じゃないか、1人につき5000円くれるっていうやつ、あれ結構いいですよね。しかも年収制限もない。まあ、わし年収制限あったとしても引っかからないとは思うんですけど、これもでかい。これも合わせて給食費の無料化と018サポートで1人5000円で1万5000円もらえるとすればですよ、2万プラス1万5000円で3万5000円も真水で浮くわけですよなんか真水っていうのはなんかビジネスの人たちが使う表現で、なんか税とかをこう考えずに、つまり何かの控除とかそういうの抜きで単純に口座から入ったり出たりする分のっていう、そういうやつだから、例えばなんかもう減価償却しきって母価が1円みたいな資産があるとして、その資産が毎月100万円ずつ利益を生むとするじゃないですか。しかもその資産が別に動かすのに何も手間がいらないみたいなっていう状態になってると、なんかもうその減価償却とかもないから、その経費がかからないんですよね。経費がかからないのに売上だけ立って、売上が全てその利益になるから、そういう身入りのことを真水っていうんですよねつまり多分ですけど、その不純物が入っている水とかだったら蒸留してからじゃないと使えないじゃないですか。つまり経費を抜いて利益を出さないと使えないから、そのまま真に受けられない金額じゃないですか。でも丸々利益にできる売上っていうのは、これはもうそのまま利益に入れられるから真水だよねってよく言っててこれわかんない、わしがいた会社でだけ通用する言葉なのか、それとも何ですかね、一般的ないわゆる鉛筆なめなめとかあのガラガラポンとかあのおじさんビジネスマン用語の割と一般的なやつなのか分かりませんけど、なんか割とでも何て言うんですかね、直感的に真水の売り上げって言われた時にどういうことなのか分かりやすい言葉だなと思って、わしは好きなんですけどはい、こんな感じですよ。だからね、嬉しいっていう話をしたかっただけ、給食費が無料になって嬉しいっていう話を、はい、しました。次は何かな、次浅草 RB の話する。昨日浅草 RB っていう
プログラミング言語 Ruby のコミュニティに参加してきたんですけど、人形町となんだ、暴露横山忘れちゃった、なんだっけ、馬食うやつ馬食う駅あるじゃないですか、馬食う駅の近くにあるモンテスキューさんっていう、あのリーガルテックって呼ばれる法律関係のサービスを提供する情報処理システムみたいなやつのベンチャー企業ですかね。そこのオフィスを借りてミートアップをやってたので、まあ、久しぶりに行ってきましたという感じなんですけど、なんかすごい面白かったですね。あのプロジェクターであれを流してましたよ、将棋の王座戦昨日の王座戦第2局がなんかすごくて、なんかなんですかね、普通だったら多分投了するんですかね、わかりませんけど、ずっと投了しなくて、かといってなんか玉も詰まない状態でずっと続くんだけど、お互いにこう玉が相手の陣地に入玉している状態で、なんかその状態だとなんか点数勝負みたいになるらしくて、つまり積んだら終わりとかじゃなくて、まあ積んでも終わりなんですけど、あの点数が、つまり自分の持ち駒、大駒だと5点とか中駒だと3点とかなんですか、で歩は1点みたいな感じだと思うんですけど、それを合計した点数が高い方が勝ちみたいなゲームに急に変わるらしくて全く知らなかったわ、そんなルール、そんな点数勝負になるんだと思って、でその状態で流れてるのを最後もうお互いに時間を使い切った状態で打ってるから大変なことになってたね。はい、藤井七冠が勝ったんですかね、第2局は。はい、っていうのを流したりとか雑談したりして楽しかったですと。でその後なんかビアバーみたいなとこ行って、なんか懇親会みたいなのをやってましたけど、面白かったですね。危なかった、なんか0時で終わったんですよ、店が。だから出てすぐ帰ろうと思ったんですけど、なんかもう一軒行くぜみたいな人たちがいて駅前まで来たのに、駅前にある店が、あ、ここ朝までやってるじゃんみたいになってて、朝までやってるじゃんじゃないんだよなと思って、ちょっと見るだけだからとか言って、なんか店の方フラフラっと行くから、じゃあねって言って帰ってきたんですけど危ない危ない。あのね、火曜日ですからね、浅草ドット RB っていつも火曜日にやってるんですけど、火曜日に朝帰りすると本当その後の水木金が破滅するからダメなんですよね。これが金曜日とかだったらまだ一向の余地はあるんですけど、はあ、なんかね、でもなんだろう、確率で付き合ってもいいかなっていう気はするんですよね。あの 1D6 みたいな6面ダイス1個振って6が出たらとか6が出たらやるよ、あの行くよみたいなのはありかもしれないですね、はい、今後ね。あのそうやって任意の面の面数のダイスを振る裏技があって、裏でも何でもないんですけど、 Google でさっきの 1D6 って検索すると一番上にサイコロが1個出てきて勝手に振ってくれるんですよ。で値が出てくる。 2D6 ってやると6面ダイス2個振ってくれるのかな。で例えば 2D10 とか 2D10 って書くと10面ダイスを2個振ってくれるとか手持ちに普段持ち歩いているダイスがない場合にそういうダイスを振りたいニーズに応えてくれる機能が実は Google 検索にはあって、それを使って今後はわしじゃあそういう終電をなくしそうな時は6面ダイスを振って6が出たらしょうがなくしぶしぶ付き合うことにしようかななんかめちゃくちゃ余計なこと言ってるような気がするけど
そんなことを決めて得する人はほとんどいないはずなんだが、まあいっか、忘れてなければね。もしわしが終電を逃しそうなシチュエーションでうだうだ言ってるのを見かけた人は、あのダイスを振れって言ってくださいね。そしたらダイスを振るので、はい。次で帰ってきてもう1時ぐらいかな。結局第二終電と呼ばれる、あの最寄り駅じゃないもう一個の、もうなんか歩けなくもないけどっていう最寄り駅があるんですけど、そっちの駅から歩いて帰ってきたんで1時ぐらいになったんですけど、帰ってくるのが。でなんか帰ってきてうだうだしてたら2時になっちゃって、で昨日の2時、夜中2時からあのアップルのイベント、アップルイベントが開催されてて、 iPhone15 ですか、 iPhone15 とかの発表をしてて、つい見ちゃったんですよね、3時ぐらいまでね。なんかね、分かりきってるなんか内容、ほとんど新しい、なんていうんですかね、もともと予測されてるような内容しかないだろうなと思って見てるんだけど、つい見ちゃって、結局どういうことかって言ったら、 iPhone15 は端子がライトニングから USB-C になりましたとかって言ってて、まあなるよねって言われてたんで、 EU かなんかの法律で縛られちゃったんですよね、確か。 USB にしないやつはけしからんみたいな、だから売らせんぞっていう、 USB にしないと売らせんぞって言うから買えましたみたいな。そんなこと言ってないけど、アップルは。まあいいんでしょうね。ライトニングの端子自体がどういうスペックなのか実はよく分かってないんですけど、ライトニングケーブルの今までの課題ってずっと USB2 だったんですよね。 USB2.0 とかで転送速度がもうはちゃめちゃに遅くて、もうどうしようもないなこの遅さはってなってた。でそれがね不満だったわけですけど、それがね USB-C になることで、USB3.0 のジェネレーション2とかかな、で 10GBps とかの転送速度が出るようになったのかな、はい。それは iPhone15 がそうで、あ違う違う、 iPhone15 Pro がその USB3.0 Gen 2で、で iPhone15 の方はどうやら USB2.0 のまま、端子は USB-C なんだけど USB としては 2.0 とからしくて遅そう。そう、20倍ぐらい速くなるんですよね、 3.0 Gen 2になるだけで。で結局 Mac に iPhone のバックアップを取ったりとか、あとバックアップから書き戻したりとかするときに、まあ、Wi-Fi でもできなくないんですけど、やっぱ有線でやりたいじゃないですか。それがやりやすくなるのが、まあ、いいなって思いますけど、ただ欲を言えばもう今 iPhone って最大の SSD じゃないか、あれってわかんないけど、最大のストレージ容量が 1TB とかなわけで、それを丸ごとバックアップしたりとか書き戻したりとかするにあたってですよ、 USB3.0 Gen 2でもちょっと不足ではちょっと物足りないのではっていう気はしていて、あの USB-C の形をしていて、 Mac とかについてるやつはサンダーボルト4っていう規格になっていて、サンダーボルト4とか、あと USB4 ですか、 4.0 とかだと 40GBps とか出るんですよね、転送速度が。だから USB3.0 Gen 2の 10GBps の4倍出るので、そんぐらい出るとさすがに 1TB だとしてもですね、結構サクサクだって、本当にフルで速度が出たとしたら秒間 5GB とか、え、でもそんなに、え、そんなに出んの5GB、 秒間 5GB はちょっと出過ぎな気がするけど、あれそんなに出んの、出るのか分かんないですけど、そうするとむしろ SSD のとか iPhone のストレージの速度がなんかボトルネックになるような気がしてきたな。今まで iPhone とかね、その端子の速度に限界があるし、 Wi-Fi も Wi-Fi6 の速度がいくつが限界だかちょっと忘れましたけど、10ギガはなかったはずなんで、
そのぐらいのスペックに落とされてたっていうか妥協されてたはずなので、多分中身も SSD にならない限りは USB4 とかサンダーボルト4にしたとて、ストレージの速度がボトルネックになっちゃうのか。いやでも別にいいですよ、ストレージの速度が最大限出せるだけでも嬉しいですよ、きっと。どうなんでしょうね、わかんない、多分ですけど熱の問題とかもあるんじゃないかな。なんか SSD とかだとやっぱりはちゃめちゃな速度で転送してるとむちゃくちゃ熱くなるじゃないですか。でも iPhone とかのストレージって別に放熱ね、そんなにきちんとできてなさそうだし、ファンもなければ、だからなんかそういうところにも限界があるのかもね。なんか端子さえ速くなれば全て解決というわけでもないのか、なんか分かってきただから USB3.0 Gen 2で今のところはまあいいんでしょうね、きっとこれが最適なんでしょうね、はい、なんとなくそういう理解しました。あと何かな、私も買うとしたらあのプロマックスなんですけど、プロマックスがちょっと素材が変わったことによってチタンかなんかになったおかげで本体の重量が14と比べて 240g から 221g に減ってるので結構いいかも。 iPhone 14 ねマジで重いっすこれなんかね、最近左手の手首が腱鞘炎気味になっててやばいなと思ってるんですけど、多分 iPhone のせいなんですよね。はあ、でもちょっとでも軽くなるの嬉しい。12とか13と比べて14で結構重くなったんですよね確か。まあ、別に使わざるを得ないから我慢してたけど、やっぱ軽いに越したことないんで、はい、軽くなってよかったです。でじゃあ買うのかっていう話なんですけど、私は2年に1回 iPhone を買い替えるつもりなんですよ、いつも。だから12の前は 10S Max とかだったし、2年ごとに買い替えてるから今回はパスですね。はい、ただ何かの弾みで年収が100万円以上上がった時には1年ごとに買い替えるっていう宣言をしてるので、もし私がiPhone を毎年買い替えるようになったら、あいつ年収が100万上がったに違いないと思ってください分かんない、そんな日が来るのか分かりませんが、はあ、ただなんか今の2年に1回買い替えサイクルで、買い替えるたびにわしが持ってる iPhone をかみさんにあげて、かみさんが使ってる iPhone をメルカリで売ってっていうところてん方式になってるわけですけど、それが1年サイクルになると、神さんからこう出てきたもう使わなくなった iPhone っていうのが2年落ちのやつになるので、リセールバリューがちょっと高いかもしれないですよね。今までは4年落ちのものを売ってたわけですけど、2年落ちのものを売るだけでどうなんでしょう、どれぐらい変わるかな。例えば前に今の14 Pro Max を買った時に、カミさんに12 Pro Max をあげて、カミさんから 10S Max が出てきたという時に、 10S Max いくらぐらいで売れたかな、3万5000円とか4万とかそんぐらいで売れたんですけど確か。ただそれが仮に12 Pro Max を売ってたとしたら、下手したら10何万円かで売れたかもしれん。でもだからどうだっていう話ですよね得なのかよくわからない、得なのかな、わからない。でもそうか、毎年のように古い iPhone を売ることになるから、毎年10万円もらえる。毎年2年落ちの iPhone を売って新しい iPhone を買うっていう話でしょ。だから毎年2年落ちの iPhone を下取りに出してると思えば、でもなんかさっき見積もりしてみましたけど、 1TB のやつに Apple Care をつけると28万円ぐらいなんですよね。だ毎年28万円買って10万円で2年落ちのやつを売ったら毎年18万円かかると。毎年18万円かけて、でもそうか、それがトータルか、毎年年につき18万円です。でそれが仮に毎年20、2年に1回28万円
ってことは1年につき14万円で、で2年落ちのやつが4万円で売れるとすると28万円引く4万円で24万円で2年に1回24万円出ていくことになるから年につき12万円つまりどういうことあれ同じもしかして28万円あ違う違う違うそっか18万円って言ってたもんね18万円対18万円対12万円だから年の負担が6万円増えるってことは月々5000円ぐらい負担が増えるっていうことか毎年更新のサイクルにすると。あ結構しますね結構しますが給食費がね無料になった分で全然ペイできるじゃんね給食費が無料になった分は子供に使いなさいよ。そういう趣旨でしょこれは。ダメでしょ018サポートで1万5000円月々もらえるじゃんみたいな。で給食費が毎月2万円浮くって3万5000円浮くってことはですよ3万5000円かける12ですよ。だから7万2000円違うな。え70ん、ちょっと待って待って違う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 、え違う違う、42万円、42万円年間そんなに浮くのやばいな今算数してみましたけど3万5000円が12ヶ月間で42万円になる。え、しかも真水ですよ これはやばいね。なんかこれ、いやわしの iPhone がどうこうっていう話じゃなくて子供たちの iPhone をどうこうできるレベルですよね。今子供たちには iPhone SE の第3世代を配ってますけど iPhone SE ってだいたい 2,3 年で新しい世代出たりしましたっけ確か。だから今使ってる第3世代のやつが第4世代になったらなんか買い替えてやってもいいかなっていう気がしてきた。こんぐらい浮くんだったら。なるほどちょっと待って、すごい浮くじゃん。じゃあ42万円も浮くと結構話が変わってくるよね。すごいありがたい。知らなかった、なんか算数してなかったから分かんなかった今日のタイトルは真水にしよう。はあ、いやーよかったよかった。じゃあそろそろ終わりますか。とっくにね終わってるんですよ。もう今日の話す時間は13分前に終わってるんですよ。はい、だから今日終わりです。バイバイピー。